どうも、ショータイムゴルフです。ちょっと待って、こんなどうでもいいやつ熱いんだもんだって。中山選手、前半2アンダーでしたが、納得できますか？いや、まだ最後、チョコタンにバーディー取られてめっちゃ悔しい。一つぐらいちょうだい。無理無理、1個もあげたくない。中山彩香選手のクラブセッティングでドライバーは何？キャロウェイのローグを使ってます。ローグ、何度？9度。9度。シャフトは？シャフトはこれ、わからない。ツアー ID IZ5、 はい、R1、 OK、 そうです。ウッドは一個っす。マジ？そう、気になるよ、みんな。スリーウッド。はい。ほんま。はい。何度？何度？15度です。で、次は？U3。U3。19、タイトリスト、バラバラです。それ何？ 9?1？ わからん。あ、H1。の D4 っていうのに入れてるのかな。19度ね。ありがとう。これで何ヤードぐらい？これで190ぐらいですね。190。話題の天性ですよ、天性。あ、シャフト、そうだ、シャフト。話題らしいです。70。天性、ブルー、70、XR。日本では売ってないじゃん。3番のシャフトは何だっけ？本物のやつ、本物のオリジナルのシャフト。本物のオリジナル。65です。で、U4。U4 は U3 と一緒。U4 何度ですか？23度です。23度、アメリカで買いましたね。アメリカ購入です。シャフトも一緒、天性で、アイアンがテーラーメイド T790、 5番から A まで。で、ウエッジがタイトの SM7 58-52、 番数が8度。で、キャディバッグがなんすか？レザレクションで。レザレクション。はい。はい。これブルー。可愛いですね。可愛いっす。あとグリップ。グリップもナンバーワンです。ナンバーワン。全部ナンバーワン。はい。全部ナンバーワン。ヘッドカバーもレザレクション。レザレクション。っていうことです。お願いします。421ヤードです。どこ行きました？右フェアウェイ。右フェアウェイ、ナイスです。何番ですか？167番。ありがとうございます。ナイス。うまっ。わー、うまい。これはやばい。さあ、はぁ、マジ？ありえない、ありえない。嬉しい、嬉しい。ありえない。俺外したらやばいじゃん、逆に。
ナイス。ナイス。アイアンのシャフト。何だろう。リコイル。UST マミヤ。アメリカで購入しました。どうですか、アイアン。いい感じ。いい感じだそうです。おすすめ。登り入れて154、6番。アゲンスト。ナイスオンですね。ナイスオンです。90です。上り。アパゲンストで56度で。100ヤード以内からショートしました。おー、ナイス、うまい。バーディーパット。ナイスバーディー。わけわかんない、ほんとマジ。バーディー祭りやってきました。なんで。バーディー祭りやってきました。あのパーパット、ナイスアップンダウン。すいませんね、バーディー入れました。すいませんね、お祭りやってきました。もう一回言ってください。なんでそんなパター入るんですか。え、 YouTube で見るからです。 YouTube 見るの。YouTube で研究します。何意識してるんですか。え、何パター、誰のパターの YouTube が良かったですか。え、リッキーファウラー。リッキーファウラ ー, あーとかの YouTube ビデオは。リッキーファウラーの YouTube でそのパターの打ち方どこがいいですか。うん、そう、どこがいいの。テンポですね。テンポ、スタンスも結構狭いんですよ。そうですね。うん、でも彼のスタイルに合ったこうパッティングスタイルというか、うん、なるほど、ちゃんと自分のスタイルを常に一緒のスタイルでいること、うん、だからインパクトというかそのコンタクトがしっかりしている。そう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 、だからあの入りやすいっていう。なるほど。ショータスさんのパットは割とショートするじゃない。うるさいですね。これゲームプランでは余裕で2オンですね。当たり前ですね。はい、ティーショットはだいたい300-230は飛んで、ハイブリッドで、3番ウッド。
うん、ナイス。今日はね、もう327、4番。あれ乗った。あ、乗ってる。多分。乗った。バンカー越えてすぐぐらいか。はい、ピンはバンカー越えてすぐにあります。しかもライはまあまあなラフです。プロはどうやって打つんでしょうか。75、58度。まあ、まずまず。なんかあるかな。またまたイーグルパットです。打ってきた、ちゃんと。ああ、それでもショート。それでもショート。オッケー、いいよ。この調子です。嬉しい。ありがとうございます。尾崎くんのウィニングパット。やられましたー。ナイスバーディー。ショック。ショック。Thank you. 試合は？次の試合は日本のQTです。QT、日本のQTとアメリカのQT。アメリカのQT。ツアーって出ない？まだこれからQTが終わってから次16組むかな。ヨーロピアンツアーは多分9月。9月。はい。9月。皆さんチェックしてください。お願いします。インスタグラム。はい。フォローしてください。インスタグラム概要欄に載せたので、ね、フォローしてください。あとホームページ。ホームページ。もう届くんで。よろしくお願いします。皆さんからコメント待ってます、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。皆さんいいと思ったら高評価と、また見たいなと思ったらチャンネル登録お願いします。バーイ。